こんにちは、カイアです。今日は前世療法についての質問に答えていきたいと思います。前世療法って何なのか、今抱えている私たちの問題ですよね。それが今現在ここに全て原因があるとは限らないんですよね。で、前世療法の場合はその原因が過去にあると定義した中でその原因を、取っていこう、対抗催眠で取っていくっていう感じなんですけど、そこでちょっと覚えておいてほしい2つのポイントがありまして、1つは、時間っていうコンセプト、それから2つ目は輪廻転生です。1つずつ説明すると、1つ目、時間。私たちのそのこの生きてるね、3次元、4次元、今5次元に足を突っ込んじゃってますけど、3次元、4次元の世界には時間っていうコンセプトがあります。で、私たちはそれを体験、体感しながら生きてるんですけど、でも5次元の世界からちょっとそれが違うんですよね。でも私たちが理解できるこの体に入って物質社会で生きているこのリアリティで時間っていうものが存在するっていう中で、過去、今、未来があって、そしたら過去は過去世、前世、今は現世で、未来、将来が未来世っていう感じで、理解していきます。で、2つ目、輪廻転生なんですけど、これ信じてる人、信じてない人いると思うんですよ。で、それはどっちでもよくて、輪廻転生ってよくこう耳にはすると思うんですけど、どういうものかというと、人間のこの体には魂が入っている。で、魂っていうものは永遠と続く。で、続く中、いろんな体や物の中に入って、経験を重ねていって、学んでいってっていうことをしている。で、信じてなくてもいいです。本当に。私は信じてます。信じてるんですけど、でも信じてなくても前世療法っていうものは体感体験にすることができます。でも、その過去に原因があるっていう理解の中、その過去、前世に問題があるから、それを、そこに戻り、原因を取っていこうっていうものですね。これ結構よく聞かれる質問なんですけど、誰でも見えますかとか、私が一つ言いたいことは、その脳に障害を伴われる方、そういう方にはおすすめはしていません。でも、普通にって言ったらおかしいけど、人間としてこう体を持って生活されている方は全然問題はないと思います。ただその人たちの見え方っていうのは変わってきます。得意分野がみんなあると思うんですけど、見るのが上手、味わうのが上手、聞くのが上手とかね。だから、見るのが見えにくくても、聞こえる人とか、感じられる人とか、そういう違いで、体験、体感する方もいらっしゃるんですけど、見えるっていうのがこう、目で見てるみたいに見えるのかっていうふうにこう感じちゃうと思うんですけど、そうではなく、想像しているっていう感覚です。だから夢を見てるみたいな感じで見えるんですけど、だから人によってそれぞれ見えてくるもの、感じてくるもの、体験するもの違うので、それはみんなそれぞれ違います。でも、練習すればどん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 上手になっていって、筋トレみたいなものなんですよ。1回やる、2回やる、3回やる。そしたらどん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 筋肉ついていくじゃないですか。そういう感じで、これも上手になっていきます。なので1回目見えにくくても2回目からどんどん上手に見えていくようになっていく人もいるし、1回目からスポーンともう上手に見える人もいます。今までいろんなすっごくたくさんケースがあるので、その中で分かりやすいっていうか、自分が覚えている中で印象深かったものを話していくと、一つ目は、例えば、オーストラリア人の女性なんですけど、女性が、その人生の中では男性でした。で、海の上にいると。で、船の上にいるんですけど、すごく小さな船で、目の前に女性がいて泣いていると。で、そういう船がたくさん周りにもいて、で、
遠くを見渡すと、その遠くにもっと大きなクルーズみたいなボートが、シップっていうんですかね、船があって、でそれが沈んでいると。で沈んでるんだけど、まあそれから逃げたんでしょうねきっとね。でなんかそこの船に書いてる、なんか名前か何かが書いてるって言われたんで、それを教えてもらって、で彼女にその詳細をね渡して、彼女は帰ったんですけど、そしたらやっぱりその興味津々だったので、ググってみて、彼女はその実際船があったっていう過去のね歴史の中にあったっていうことを見つけ出したみたいで、すごく感動してましたけど、私はその船が沈んでるっていうからすぐタイタニックって思っちゃったんですけど、タイタニックではなかったです。国の名前とそれからその船の名前が一致して、で年代も一致して、でその時に存在してた生き残った男性だったみたいなんですけどね。そうやって証拠が出てきたらすごく面白いんですけど、まあ、証拠が出てきたケースでもう一つ、蛇だった男性、人間の体にみんな入ると思ってるんですけど、そうじゃなくていろんな形のものに入ります。鉱物だったり植物だったり動物だったりとか、地球外生物だったりとか地球内生物だったりとかいろんなところに行くので、でその中でなんでそこに導かれるかというと、その中に、まあ、自分が解決したかった知りたかった答えが詰まってたりするんですよね。でその中で面白いなと思った一つなんですけど、蛇だった男性、私のもともと友達だった人なんですけど、シドニーに住んでるニュージーランド人です。で彼はすごく今世で女性性が強い体、人間として生まれてきました。で彼の悩みが子供が持てないっていうことなんですね。もちろん男の人の体なので女性みたいに子供を産むことができないってことなんですけど、その蛇の人生に戻った時、その全ての答えがこう詰まってたっていうか、お母さん蛇だったんです。で生存してた場所はオーストラリア上の方なんですけどね。で彼はねすごく蛇とかクモとか大嫌いな人なんで、知識が全くないんです。毒蛇、オーストラリアの毒蛇の私も名前忘れちゃったんですけど、ブラウンのやつとかはもちろん知ってたみたいなんですけど、他のヘビの全く興味もないし知らないと。でも彼がそのヘビの人生であった時に経験してたことを細かく教えてくれたんですね。どんなものを食べてる、こういうもの食べてるよって、こういう味がするよとか、こういう遊びをしてるよで、3匹の赤ちゃんが卵から生まれた時に彼の顔がすっごい幸せな顔をして、いや私お母さんになったと、3匹っていうんですかね、蛇が生まれました。でその時の人生の経験を踏まえて、彼が太閤三人からこう起きてきた時に、ああ今世では母親っていうね経験はできないけど、愛する人との子供を持てないって思ってすごく辛かったけど、私は過去の人生でいくつかっていうかね、多分女性性で子供を産んでる人生っていうのがあったんだと。でこれを見たからもう十分です、その悩みは解決したっていうね、そういうストーリーもありました。最近日本でも太閤催眠をされてる方って結構多いと思うんですね、なので興味がある方はぜひ体験してみてはどうでしょうか。もしゴールドコースト、オーストラリアのですね、ゴールドコーストに来られる際は私ここにいますので連絡ください。ありがとうございます。